今日のお店は京都天神公園近くのブックカフェ言葉の羽音さんです。古民家を改装して作られたカフェの中ではたくさんの本が並んでいます。靴を脱いで畳の上でゆったりした時間を静かに過ごしながらコーヒーをいただくことができます。こちらではとても可愛い季節のにゃんこパフェをいただくことができます。つぶらな瞳が可愛いにゃんこパフェはたくさんのスイーツをふんだんに使い、食べるのがもったいないくらいの仕上がりになっています。夢中で写真を撮っているとにゃんこが溶けてしまうのでご注意ください。ゆったりした時間と可愛いにゃんこをお楽しみください。エビでした。